おはようございます。茂木耕作海空研究所長令、今日は令和5年6月5日でございます。阿部由紀香さんが我がサロンにですね、先日加入してくださいまして、本当にね まあ入る前にわざわざ丁寧にメッセージくださいまして、ぜひもう仲間になっていただけたら嬉しいですということで、もう即入ってくださったんですけど、で、まあその翌日ですかね、昨日が、まあ夜会という形で、まあ例によって、なおくんとか、周平さんとね、まあ夜な夜な雑談であるけど、昨日のワークショップ形式の、なおくんのね、教育実習でこんな睡眠の質向上のワークショップやったよみたいなのをちょっとね、やったりしましたけど、まあ、その、なんていうのかな、雑談の延長上で実はこんなことやってんだっていうのをちょこちょこシェアするっていう会として割とね 夜会は定着しつつありますけど、まあ、そこにゆきかさん早速コメント欄で来てくださって、割とそのいろんなコメントもしてくださって、まあ、早速ねもうサロンメンバーに1日にして、まあ、本当に何て言うかな、自己紹介したっていうだけじゃなくて、なんていうかこう、なんていうの、メンバーとしてのこうコミットがすごいんですよ。いや本当に楽しみですね。ゆかさんとこう何がこう僕らの中で生み出せるのかっていう、本当ワクワクしてるし、まあ、特にね、多分そのコーチングっていうくくりでいくと、なおくんとかゆかさんとか、もうなんていうの、その道でもうガチでやってるっていう、ちょっとかじってますみたいな、僕のね そういうレベルじゃなくて、もうほんとガチでやってますっていう人たちも実際いらっしゃるから、これは絶対相性いいよなと思ったりしましたよね。で、まあそこにさ、当然ですけどフィットネスインストラクターさんなんですよね、阿部由紀香さんは。なので、まあ、当然食と健康っていう意味では小山愛さんとか、間違いなくね、関わってきそうですし、まあ、お互いのその知恵をつなげた時にこう研究に昇華されるっていう、その瞬間が絶対起こるなっていうね、期待感があるというか、まあその研究ってさ、まあいろいろなパターンあると思うんですけど、その個人がこの研究でも掘り下げたいって、小山愛さんみたいに、その出汁ってどういう要素があって、どのようにこう人の体に対して作用して、まあ、それが結局最終的にこう健康とは何なのかっていうところにつながっていくっていう、まあ、そういう一テーマを個人から発信で、あ、友人さんおはようございます。個人発信の一テーマをこう掘り下げていって研究していくっていう、まあ一つのパターンがありますよね。で、それでいくと、まあユージンさんの、まあ、倫理とか哲学の自習ノートから始まって、まああれも俺研究だと思うんですよね。で、まあそれと同時にですね、まあ例えば、あかねさんだったら育児学かもしれないし、っていう、まあ、個々人の自分の興味関心から出発して掘り下げてって、周りもそのなんかちょっとずつシェアされたプロセスに対してフィードバックをかけていくっていう研究の深まり方っていうのが、まあ一つあると思うんですよね。もう一つは、誰かがやろうと思ってたわけじゃないんだけど、そこにたまたま集ったメンバー同士のこう相性として、その例えばゆきかさんとなおくんの間に、これひょっとして面白いんじゃないかみたいな、そういうテーマがポコッと生まれるみたいなことがあると思うんですよね。あ、周平さんもおはようございます。昨日はありがとうございました。そう、例えば今までだったらね、その野球つながりで周平さんの少年野球チームの運営だとか、まあ組織の、まあ、チームビルディングですよね、あれもね。少年野球チームのコーチって関わるっていうのも、これも一つのチームビルディングだと思うんですよね。それでいくと、こう野球つながりで尚君と周平さんの間には、この観点面白いかもしれませんねっていうのがこうある時ポコッと出て、それが研究テーマになるみたいなことが
あると思うんですけど、これゆきかさんはこれもうどの角度にもいけるんですよ。どの角度にもいけんだよな。例えばゆきかさん結構パーソナルトレーニング多分いろんなとこでやられてると思うんですけど、まあ、Facebook の記事見る限りはかなりね、お子さんキッズたちに対するこういろんなコミットの割合が多いのかなと思ったりしたんで、まあ、そこでいくとさ、あかねさんと善くんの、まあ、善くんも発信者だからね。あかねさんが母親視点から見た育児学的な視点もあれば、それは食と健康でもあり、その子供の、アスリートとしてのこう努力をどのようにサポートするかみたいな、そういう視点でもあると思うし。で、まあ、善くん側からすると、まあ、実際に自分がプレイヤーとしてどのように高めていくかみたいな話でもあり、スポーツやりながら、例えば塾にも通いつつ、学校としてはこういうところを目指すみたいな、その一つや二つじゃないからさ、子供の興味関心でさ、すごく多岐にわたっているんだけど、それをまあ善くんは善くんで日々掘り下げてると思うけど、ゆきかさんがこうパンとメンバーで入るとさ、善くんとゆきかさんの間に生まれるテーマとか、あかねさんとゆきかさんの間にこう生まれるテーマとかって、要するにまあこう2人のこう興味関心がこうちょうどよくかぶさるこう真ん中らへんに、これ2人で掘り下げたらすっげえ面白いんじゃないかみたいなことがふっと湧き上がるみたいな、そういう研究テーマってあるんですよね。これ実際その僕が気象学でいろんな人と研究してる時も本当によく起こることで、まあ僕がね、個人で例えば梅雨の大雨についてもうこの視点だけは俺なんか俺しかこだわってないみたいなポイントで、もう俺はとにかくずっとここ意地でも研究しますっていう、まあ、そういう研究テーマが一つあるんだけど、それと別になんか三重大学の万田先生と喋ってると、もうどうしてもこういうところが2人の間で、これ面白いねってこうふわっと湧き上がってきて、そこは結局俺と万田さん以外は考えてないよな、じゃあこれやっぱりせっかくだから俺たち2人で何とかしようみたいな感じになって生まれる研究テーマって、これ2種類あるんですよ。でこれ両方本当に面白くて、でこれが結局今このサロンの中でもまさしく何ていうか、この2パターンがね生まれつつあるなっていうか、少なくともこう種のまんまではなくて少しずつもう芽生えつつあるっていうか、割と昨日の夜会でさ、奈緒くんがワークショップ、睡眠の質向上のためのワークショップみたいな、プチワークショップちょっとやってくれたけど、まあああいうのって、その、まあ何気ないプチネタとして捉えることもできるけど、まあ、間違いなく一歩なんですよ。研究の一歩なんですよ。あそこから、こう、それぞれがこうどういうふうに掘り下げて、持ち帰ってきて、またシェアしてっていうのをこう繰り返して、ちょっとずつ育っていくみたいなところがあるんで、研究って。で、なんていうか、研究って言葉にすると、すごく仰々しく聞こえるんだけど、もうほんとただその繰り返しなんですよね。これ面白いねってなって、で、それぞれ一人の時間において、なんとなくこう脳内を一部シェアしてる時間があってさ、あれなんか直君とやったあれ面白かったなーってふと思う時間があって、そういえばこれってどうなんだろうってちょっと別なことを調べてみたり、まあ、自分で試してみたり、自分の行動で。で、それをまた持ち帰ってきて、またこう、なんていうの、なおくんと会って、ゆきかさんと喋って、でモテサックがちゃちゃ入れながらみたいな、その場が同じようにできた時に、俺実はそのあのワークショップの後にこういうことがあって、こういうことを考えて調べると実際こうだったと思ってたのとこういうところが違ってたみたいなことをこうワイワイやるっていう、まあそれってもうまさしく学会の原型なんですよね。本当に何ていうの、プロが集まる気象学
ックで言えば気象学会があって、それの一番最初の成り立ちっておそらくこういう雰囲気だっただろうっていう、立ち会ったことないけどね、俺はね、その100年前から存在してる学会だからさ、それはないんだけど、まあでも本当に最初の最初はさ、気象の、まあ、とある話題について、それぞれ各々が、一人はね、海から吹いてくる、風の向きと強さと気温の関係について調べてたかもしれないじゃないですか。で、もう一人は全然違う、その台風が来た時の、まあ、波の高さと風の強さの関係について調べてた。全然その風は風なんだけど、全然違うことをやってたと。でもなんか風ってこうだよねって、強さって何だろうとか、でも測った方がいいよねっていうところは多分一致したりするわけだよ。で、そうするとなんかじゃあ一緒にやろうぜが生まれて、でその間にこう2人の共通のテーマと、それぞれ各々別々に掘り下げたいテーマが、だから3つできるんだよね、研究テーマがね。2人いれば3つ必ず研究テーマができるっていう。で、それがこう徐々に膨らんでって、フィードバックを返し合う場所が欲しいよねって学会が成立して、定期的にちょっと集まって発表したりとか、夜な夜な語り合ったりしようかみたいな そんな感じでこう学会と研究所とそうやってこう生まれていくもんだと思ったりしますよね。で、それをなんか昨日なんていうか、始まりを見たというか、まあ、ゆきかさんが加入したもうその次の日に、直くんと周平さんと清水さんと俺で ゆきかさんを囲んでる気分でしたね、僕はね。まあ、ゆきかさん実際にコメント欄にいらっしゃったわけですけど、なんかこれが増えればいいんだなって思ったよね。その美空研究所って何なんだろうなって、こうずっと悶々としながらここまで9ヶ月 9ヶ月ね、9ヶ月もの間、こう、まあ、割といい年の皆様にね、かなり しっかりめにお付き合いいただいてきて、俺は何をこれ提供できていると思うのだろうかというね、それも、ご逡巡する瞬間もなくはないんですけど、あ、これでも、やっぱ、これ続けて、繰り返して、ああいう瞬間が生まれるのを、まあ、何度も見れたら、絶対、絶対なんかいい価値に育っていくんじゃないかなっていう、まあそんな確信を持ちましたよね、昨日はね。昨日の夜会をぜひ見てほしいですね。すごい歯応えのある内容になったんじゃないでしょうか。まあ最初序盤はね、ゆきかさんが、まあ僕とどういうつながりなのかという、まあもともと周平さんがね、橋学校の橋革命理論講座を、2022年1月16日、忘れもしない埼玉で、開催されて、あの伝説のね、もう、これ史上最多じゃないですかね、あれだけ集客できたのって。で、講習会でも15人とか来て、それも多分最多だと思うんだよね。和田校長自身がこんなに集まったの見たことないっつってたんで、練習会はね、60人とかっていうのも凄まじい人数だったけどさ、講習会に15人ってもうとんでもない人数なのね。で、そこに向けてさ、なんか僕らオンラインスクール生同士で、それこそもう砂塚さんも、ユージンさんも当時いらっしゃったと思うけど、2000枚のチラシをどうやって巻くかみたいな作戦会議をやるところから始まって。で、まあ大成功に至ったあの練習会、講習会に、ユキカさんはもう来てたのね。で、そこで、俺が、こう、ね、もちろんお手伝いで行っただけなんだけど、そのメンバーの中で最も記憶に残ったのがゆきかさんなんですよ。で、これが不思議で、ゆきかさんのパフォーマンスが段違いに素晴らしかったとか、そういうことじゃないんだよね。あの時、プロアスリートとかも来てたから、もう、そういう意味で行くとさ、もっと衝撃的に思えても良さそうなメンバー他にもたくさんいらっしゃったんですよ。まあ、今でも結構なメンバー俺名前覚えてます。当時のね、プロアスリートのコーチとかさ、もうとにかくレベル高かったの、参加者の。で、その中で、あ、もうこの人すごいなって、何がすごいのか俺よく分かんなかった。それも
多分記憶に残る理由だったかもしれないですけど、まあ、その人がユキカさんだったんですよ。でもその後もなんかそのフェイスブックのこう日頃の発信とか見てると、もう言葉の精度がすごいんですよ。で、まあ、とにかくこういろんなフィットネスインストラクターとしての、ま、学びであったり、まあ、子供に伝えるにはどうしたらいいのかとか、まあ子供だけじゃないわけね。インストラクターっていう意味ではいろんな年齢層のことを相手にしてたり、それから発信の学校の練習会自体もゆきかさんが多分開催してたのかな、あれね。奥州市とか、畑先生とかとの練習会なのかもしれないですけど、まあそうそう、いくつか練習会も自分が参加するのもあったし、自分が主催者側に回るターンもあったし、で、それのたんびにこう自分なりにこう振り返って、どういう会になったか、自分が何を与えられたのかとか、その自分のあくまで内面と向き合う力っていうのがもう言葉にめちゃくちゃ表れてるんですよ、その毎回。でそれを、あ、俺すレベル高いなとずっと思ってて、だから毎回シェアしてたんですよ、僕はね。あ、素晴らしいなと思うものはもう何も考えずに、何も考えずには変ですね。考えた上で素晴らしいなと思ったからシェアしてるんですよ。で、そんなつながりだけだったんだけど、だからもう一回しかゆきかさんと直接はね、お会いしてないんですけど、まあ、9月になって僕がこのオンラインサロンを、もうなんか先の見えない状態で、とりあえず立ち上げましたっつって案内した時に、もう即、オンラインサロン立ち上げられたんですね。おめでとうございますってメッセージくださって、で今こういろんなこと勉強してるんで、それ一段落つけたら、ぜひ伺いたいですみたいなメッセージわざわざくれて、でその上で それいつなんだろうなって思うじゃないですか。でも僕あんまりそこに関してね、あ、ゆかさんがそういうふうに言葉を発する時って絶対嘘ない人だろうなって、ちょっと本当に、なんていうか、何の付き合いもないのになぜその信頼があるのかちょっと不思議なんですけど なんかね、そう、そんな、まあ、いつか僕がちゃんと続けてさえいれば、必ずゆきかさんとこどっかで一緒になんか面白いことできるだろうなと思ってたんですけど、まあ、それが、あ、9ヶ月経ったこのタイミングでしたかという感じでね、加入してくださって、加入して直後にまたすぐこのコミット、昨日の夜会でのコメント欄、ぜひ見てほしいんですけど もう いや、勉強になったな。本当に。だから、奈緒くんとゆきかさんのペアで、まあ、コメント欄同士でも、資料のやり取りでも、お互い学んでることのシェアでもいいと思うんですけど、そのやり取りだけで、俺らそれ見てるだけで、ずーっと見てられるっていう感じじゃないかなっていう。まあ、それぐらいの相性の良さを感じましたね、昨日はね。はい。ということで、ゆうかさん、来てくださってありがとうございます。ということでございました。砂塚森忠さん、おはようございます。森本あかりさん、全くんかんかん、おはようございます。ちょっとゆうかさんの話で、ちょっと熱くなりすぎましたが、まだね、これで言い足りないっちゃ言い足りないんですが、まあ、今日はこの辺。はい、山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。昨日はありがとうございました。清水さんとね、ゆきかさんのコントラストも良かったですね。なんだったら、バレーで言うとこの清水さんはトスでしたね。で、ゆきかさんがこうか、もうストレートのスパイクみたいな感じで、バチコーン決まってましたけど、その清水さんは いや、あれボケではないんだよね。ボケではないと思うんですよ。清水さんなりにこう本当に、なんていうのかな、もう生き方が面白いんだよな、清水さんってな。そのだからボケでコメントしてるわけじゃないと思うんだよ。でもやっぱりなんか自分でもちょっと面白がってるよね、なんかこう なんていうのかな。まあでもね、あれ何マラソンなんですかね、ハーフマラソン、この間走ってらっしゃいましたけど、すげえなと思ったよね とんでもないペースで、いやー、すげえなと思ったな。だって5分前半台で21キロとかですもんね。まあ高低差そんなないのかもしれないけど、まあでも決してね、
そのずっとフラットなわけじゃなく風もあって、あれどこの湖でしたっけ、なんかまあそこをねぐるぐる回るっていうハーフマラソンの記録がねインスタにアップされてましたけど、いやーすげえなって思ったな。 こんな走るんだと思って、でこんなこうマラソンの方でこれだけやってる人が、その1年間スプリントやってたんだなっていう、それもなんかちょっと恐ろしいものを感じましたけどね。 その組み合わせ強すぎだろうと、能力パフォーマンス的にはね、その人間トータルの能力的には、まあ本来マラソンに向いてる動物であるというね、人間の体の構造上で、まあ向いてないけど技術を高めればスプリントも最大これぐらいまでスピードを高めることができるっていうのが、まあ走る学校でやってた、僕らがねやってたことだと思うんですけど、まあ組み合わせたら今んところこの、なんだろう、このメンバー最強決める必要ないんだけど、 砂塚さんのパフォーマンスが、例えば今めっきめきと、俺もちょっと見るからにさ、ギャロップの砂塚さんのこう、なんていうの、速さがちょっとえぐくなってるっていう問題にいずれ触れようと思ってたんですけど、もうやっぱりスプリントのパフォーマンス的にはこう砂塚さん群を抜きつつあるんですよ、今ね。尚くんとかと同、20代の尚くんとかと同レベルに見えるっていうね、動きが。ただ、20キロ走りきれるか、で、20キロ5分台で、1キロ5分台のペースで走りきるって、これも相当なことだからね。組み合わせてトータルで言ったら、今、清水さん、意外にね、その、なんていうの、人間トータルの能力的には、清水さんね、こう、意外と侮れないとかっていうレベルじゃなくて、実はもうダントツトップなんじゃないかっていう、驚愕しましたよね、マラソンの。もうしれっと自慢もなく、ただ記録としてさ、上げてるけど、そんな記録じゃないよ、やっぱりね。すごいなと思ってね。何の話でしたっけ？昨日はありがとうございましたが、言いたかっただけなんですけど。はい、寺石ゆかさん、おはようございます。ゆかさんも、だからね、そう、俺、ゆかさんが入ってきてくれた時も、まあ、すごいね、ああ、コーチングに対する知見がある人っていうのが一人入ってくれたら、もうでかいなと思ってた時なのね。で、まあ、そのコーチングを、まあ、専門で学んできたし実践もしてきたっていう人が入ってきたという意味では多分、今3人だと思うんだよね。寺石ゆかさんと佐藤直君と阿部由紀香さんのこう3人が、まあ、コーチングというものをこう自分のこうテーマのこう割と真ん中に置いてる方だと思うんですよ。まあ、そこでいくと、まあね、だからゆかさんが入ってきてくれて、こうずっといていただいてるっていうのがね ありがたい話ですよね。これ3人揃ってこれ相当ですよ。10人のうち3人がこんなレベルの高いこうコーチングに対してこう知見のある人同士で、これもう学会と呼ぶにふさわしい、布陣ですよ、これね。なんかあったら、実践的にはこういうことありますよって聞こうと思えば聞ける人がいるってことが大事だからさ。で、まあある程度その知識的には僕もね、かじったり、してるし、まあ周平さんもこう少年野球のコーチやってる以上ね、こういろいろ学んでる最中だからさ、話としてはこうなんとかして、知識的にはこう今キャッチアップしていこうっていう、興味は間違いなくあるし、で、その、コーチングの土台のところに、ユージンさんのこう倫理とか、中庸とか、哲学とか、間違いなくこう、土台には関わってるはずなんだよね。そういう意味でいくとさ、もうなんか、その、今、10人、たかが10人とはいえですね、されど10人というか 幅もさることながら、組み合わせとしてなんか、いやなんか、
ただ単純にこう本当点でバラバラに散らばってる多様性ではなくて、なんかこう意味のあるこう意義深い広がりで、なおかつこう重なりもちゃんとお互いにあるっていうメンバーにねなっているよなと思いつつ、そのちょうどなんか入ってきた時期も真ん中 なんだろうな、いろんな意味で俺ゆかさんを真ん中に置いてる感じがします、俺の中でね。ゆかさんとはこうオフ会でちょこちょこ会うためにつながってるようなところもあるんだけど、そうだね、あんまりそのサロンの中のやり取りとしてはそんなにこうゆかさんの頻度って多くないんだけど、俺の中ではこうなんかね、物差しのこう目盛りの割と太めの矢印としてゆかさんを使ってる ところがありますよね。昨日、おととい、ゆかさんが入ってきたときに、ああ、真ん中にゆかさんいたなと。僕が初めてゆかさんが真ん中にいて、ゆかさんがおととい入ってきたっていう、なんかそんなふうに僕の中にはこう、位置づけられたっていうか、そんな気しましたよね。はい、中村周平さん、おはようございます。山田裕二さん、おはようございます。今日のトラッキングもね、ちゃんと使わせていただきました。今朝もね、ちゃんとベースポジションやりました。そしてですね、まあ、なんだったらもう歯ブラシの時だけじゃなくていいんじゃないかということを、そういえば思い始めて、昨日、娘の、まあ、プール通ってるんですけど、まあ、たまにね、その、級上がって、ちょっと中身がレベルアップしたりとかした時に、ちょこっと見に行くみたいなことしてるんですけど、でも、なんていうの？見るのは見たいんだけど、ずっと1時間見てるのはなかなかの時間暇なんで、その時間これベースポジションをして見ているべきだなと思って 一人こう観覧席の一番端っこですね、なぜかあのおじさんは片足立ちで見ているなっていう謎の状況になりまして、まあでもそんな一目見てくれを全く気にせずね、ベースポジションをこうそこかしこでやり散らかそうと これやっぱりね、歯ブラシに紐付けるっていうのは習慣化のアイデアとしては1アイデアなんですよね。でこれ抜けるリスクあるなと俺はまだ自分の中ではこうちょっと危ういものを感じてて、もうちょっとするとすぐ抜けそうだなと思ったから、歯ブラシ以外のところももうところ構わずね、とりあえず立って待ってるみたいな時間ってちょこちょこあるんですよ、何かしら。まあ駅のホームとか 駅のホームはちょっと内側、黄色い線よりもだいぶ内側に入ってないとちょっと怖いんだけど まあそんなところとかね、立ってしばらく待ってるみたいな時間って割と探すとちょこちょこあって、もうそこかしこでね、ベースポジションで10秒キープみたいなのをやり散らかすっていうね、まあ、そんな展開に今ねなっております。まさかの俺の中でまさかの展開してます。習慣化のはずじゃなかったのかと。でもちょっともう3日経ってないうちからもうちょっと自信失ってて、これもうなんか抜けそうで危ういっていう、やってて思うんですよ。だもんだから、もうちょっと、でもね、せっかくユージさんのトラッキングがきっかけで、習慣化、こう再チャレンジしてますって言った手前、これ途切れるとさ、なんかその、ユージさんは何も悪くないんじゃん。ただただトラッキングに書いただけじゃん。なんだけど、俺、それいい方法だと思って、習慣化をこう、再始動しようと思ったよって喋っちゃった手前ね、これ途切れさすわけにはいかんという、なんかそういう感じになってて。ところかまずやってますっていうね。はい、佐藤奈君おはようございます。昨日はありがとうございました。ほんと質高かったね。奈緒君の授業を秋田で受けたかったな。その学生高校生たちに混じって受けたかったな。そしてワークシートも提出したかったな っていうねぐらい、ほんと触りだけだったけどね、昨日の夜会では。でも、もうなんか授業全体のレベルの高さが、あの触りを見ただけで伝わってくるようなね、
本当に素晴らしいシェアをありがとうございました。小山さん、小山愛さん、おはようございます。愛さん以来のね、久しぶりのついに愛さんに後輩ができるっていう。よろしくお願いします。阿部ゆきかでございます。本当に素晴らしい人なんで、ぜひね友達になってください。多分ね、お住まいも近いし、ゆきかさんとね、ぜひねお会いしたいですね。そのゆきかさんと愛さんとね、関東圏の皆さんでオフ会やりたいですね。で愛さんのあの B 版出しトークの熱量をね、ゆきかさんにちょっとぶつけたい欲が俺はありますね、正直ね。なんだろうな、出しのこと喋ってる時の愛さんの熱量って、なんだろうな、まあ、愛さんにこの例えしても伝わらないと思うんだけど、他のメンバーに伝わると思うから言うけど、和田健一レベルなのよ。和田健一が走りについて語ってる時レベルの熱量なんですよ。愛さんが出汁について語ってる時って。なんかその、そういう感じなんだよね。なんかこう、人に、この人すごいからちょっとぜひ一回触ってみて、あちってなるからみたいな、その一回やけどしてみてっていうね、そのなんていうんだろうな、うまい下手の次元を超えてるんですよ、プレゼンみたいな側面からいくと。熱いの、とにかく。なんていうか、触れたら記憶から絶対に抜けないよね、あれってね。そういう類のものですね。そんなこんなでいくと、こうゆきかさんの、まあ、キャラとちょっと違うっていう意味でも面白い化学反応起きそうな気がするんですよ。阿部ゆきかと小山愛っていう、まあ、小山愛からすると初の後輩がね、後輩ってモテサンコオンラインサロンの後から入ってきたっていうのを後輩と呼ぶんですね。今知りましたけど。なんか、そんな立て付けつけたことないんだけど、フラットにしようぜって言ってたじゃねえかと。そこに行くとちょっと後輩っていう言い方はね、どうなのかなっていう気もしますが、まあでも、まあ、愛さんからすると、多分ね、まあ、コミュニティがさ、出来上がったところに飛び込んできたっていう感覚だと思うのよ、やっぱり愛さん。は走りの学校つながりでない唯一のメンバーだから、まあ、そこからすると、うーん、逆にね、こう、まあ愛さんも愛さんでもうかれこれ5ヶ月いてくださって、オフ会でも何度もお会いして、かなりのことをその話してきているから、まあそれでいくと、その5ヶ月後になって新規メンバー加入っていうのは、まあ愛さんから見たらどういう風に景色が映ってるのか分かんないですけど、まあ、僕からするとね、なんかこのコンビはなんか住むところも近いし、なんていうの、キャラは全く違うんだけど、なんか化学反応を起こしたい欲求に駆られてますっていう。この欲求、どうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、なんかね、期待感あるんだよな、あの二人は。阿部ゆきかと小山愛はなんかすごい合いそうな気がするんですよ。っていうね。ということで、ちょっとね、阿部ゆきかトーク、冒頭、ちょっとかなり分厚くやりすぎてしまいましたけど、今日もね。まあ、ちょっとしばらくこの熱冷めないかもしれないです。まあ、それぐらい、それぐらい、まあ、いろいろ、なんていうのか、一回しか会ってないのに、喋りたいことがあるってことなんでしょうね。まあ、日頃の発信が素晴らしいっていうことが、まあ、多分一番そこに主役されてるかもしれないです。ゆきかさんの、まあ、公開ウォールに、こう、日頃発信されてることも、ぜひね、皆さんには、こう、見ていただきたいですし、それそれそれって、多分みんななると思うんで、それをね、なんか、共有しておきたいな、とは、ちょっと思ったりしてますね。はい、ということで、今日は皆様どうなったと思われますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、周平さん、ありがとうございます。